FIFA クラブワールドカップ 2013FIFA クラブワールドカップ2013決勝 FIFA クラブワールドカップ2013決勝は国際サッカー連盟により開催された FIFA クラブワールドカップ2013の決勝戦である試合は2013年12月21日にモロッコマラケシュのスタッドドマラケシュで開催され UEFA チャンピオンズリーグ2012から13を 優勝したヨーロッパ王者のバイエル・ンミュンヘンと開催国王者のラジャカサブランカの間で行われた。バイエル・ンミュンヘンは UEFA チャンピオンズリーグ2012から13の決勝でボルシアドルトムーンと2-1で下して優勝し FIFA フフクラブワールドカップ2013の出場権を獲得した。FIFA フフクラブワールドカップ出場はこれが初めてだが 前身のインターコンチネンタルカップには1976年と2001年の2度出場し、いずれも優勝している。今大会では、準決勝で中国の甲州久次第を3の0で破り、決勝に進出している。ラジャカサブランカは、ボトラ2012から13を優勝して、開催国代表としての出場権を獲得した。FIFA クラブワールドカップ出場は、 2000年第1回大会以来の2回目である。また、開催国代表としての決勝に進出するのは2000年のコリンチャンス以来の2チーム目であり、アフリカのチームとしても2010年の TP、マゼンベに続く2チーム目のファイナリストだった。今大会では、プレイオフラウンドでニュージーランドのオークランドシティ、準々決勝でメキシコのモンテレー、準決勝でブラジルのアトレチコミネイロを破り、 決勝に進んでいる。試合開始後7分、バイエルン・ミューンヘンは、ジェルダン・シャチリのコーナーキックを、ジェローム・ボアテングが頭で落とし、DF ・ダンテが、ラジャカ・サブランカのゴールキーパーのカリド・アスクリをかわして、シュートを放ち得点を挙げた。22分、チアゴが、ダビド・アラバの左サイドからのパスを受け、ペナルティエリアの端から右足でシュートを放ち、バイエルンは2点目を奪った。バイエルンは、 後半の中盤に3点目を追加するチャンスがあったが、シャチリのシュートはクロスバーを直撃し、チアゴのリバウンドを拾ったシュートはゴールを大きく外れた。後半、ラジャカサブランカのビアンニー・マビデが放ったシュートは、バイエルンのゴールキーパーマヌエル・ノヤーを襲ったが、ノヤーが防ぎ、リバウンドを拾ったキャプテンのムフシン・ムトゥアリが、ゴールエリアのすぐ外側から、シュート放ったが、得点には至らなかった。 バイエルンミュンヘンブイラジャカサブランカ、ありがとうございます。